タピオカをバカにしていました。タピオカちょっと待って、ちょっと待って、レディオサーみたいななっちゃった、発音が。発音も違ってる。あなたのはレディオサー。タピオカ飲んだんですよ。まあうめえよ。下手したらなんかタバコとかよりも依存は高い。その最近ね、タピオカにハマったわけですよ。タピオカね、今じゃゴンチャとかさ、いっぱい店舗があってさ、大ブームが来てるわけじゃん。タピオカが調子乗って、タピオカにね、アルコール入りました。アルコール、アルコール、アルコール。うん、それがこちら、ドドン、こちらですね。6月ぐらいかな、なんかツイッターとかタピオカ民が騒ぎ始めて、タピオカカフェオレのお酒とタピオカイチゴオレのお酒っていうのが販売されました。タピオカのアダルト層はもう絶対買った方がいい。これはお酒ですって書いてあります。販売してるお店は店舗によりますが、ドンキホーテとウェルシア薬局とどっから売ってます。めっちゃテンション上がっちゃったんだけど、僕ね、渋谷ドンキで買いに行ったんですよ。あの、僕ね、あの老け顔なんで、あの年齢制限年額とかね、僕人生ほんと2、3回ぐらいしないの。今年に入って初めて年額されたんですけど、ちょっと嬉しい。若く見られたのかなっていう、ちょっと嬉しさがあったんだけど、お釣り見えた？お釣り見えた？お釣り見えたね。俺の生年月日 !1996! ということで、まず、こちらタピオカのカフェオレの方のね、お酒を飲んでいきたいと思います。さあ、行きましょう。開封して、これ懐かしくない？じゃあ開けたいと思います。耳を澄ませば。あんまいい音じゃないの。おー、匂いきつい。病院で、あの、カフェオレ飲んでる感じ。と、アルコール分が5度以上6度未満。未成年とかあったら見てるかもしんない。お酒はマジで20歳から。これだけはマジで約束しろ。まあ、俺は守ってない。もちもち、万南タピオカしようだって。何万南タピオカって。タピミン、万南タピオカって知る？いただきます！カントゥーヤー。うん、いや、タピオカ来ねえ、タピオカ来ねえ。食べれてねえ、今食べれてねえ、俺。なんか食べれねえんだよ。一回ちょっと入れていきたいと思いまーす。いただきます。タピオカってさ、ストローねえと楽しめねえんだな。一気に行きたいと思います。そう、一気はダメね。お酒の一気は。うん。え？行きます。今タピオカ一つしか食べれなかった。悔や。タピオカだけちょっと普通にいただきたいと思います。あ、待って。このタピオカしてる。うわ、待って。万南タピオカだ。あ、書いてあるわ、やっぱり。普通にタピオカね、うめんだけど、もちもちとして。アルコールに浸りすぎてるね。黒いアルコール爆弾って感じ。あ、タピオカ飲みたい。あ、食べりたいな。で、お酒も飲みたいなっていう時あるでしょ？その時はね、多分ちょうどいいかも。味はね、星5つ中ね、これはね、2.5 ぐらいかな。期待した味のなんかハードが高すぎた。ウォールマリアぐらい高すぎた。誰が進撃の巨人や！あの、アルコールが少し回ってきたので、ちょっととても楽しくなりました。次は、こちらタピオカ1ゴールのお酒をね、飲みたいと思います。俺1ゴール大好きだから。あ、すごい1ゴール嬉しいね、すごい1ゴールすごい1ゴールすごい嬉しい点上げ、点上げ。じゃあ1ゴールの方、飲んでいきたいと思います。うまい！めっちゃエッチだな。あ、うまいわ。あ、俺これ好きかもしれん。そう、今までこれ飲んで今タピオカに今たどり着いてないから今タピオカ求めて3000人みたいな感じ。デカめのストローあった方が楽しいし美味しいかも。二十歳ユーザーのあのタピユーザー、特に男子買いだめしときこのタピ酒をストックして、で女の子と呼ぶじゃん。これ出た時にはもう一個だよ。いや、これちょっとマジで悪い酒かもしれんぞ。いや、寄ってきた。ここだけの話だけど、タピオカってさ、マジで乳首